これ学なんて読むラリルレロ。で、学も書いてみ。ラリルレロ。うん。うん。わかった。いや。道化使用魚鱗線は、全身の皮膚が魚の鱗のように硬くなり、剥がれ落ちる。30万人に1人と言われる難病です。ピエロと呼ばれた息子は、皮膚の難病と戦う5歳のガク君とその両親を取材した定期配信型のドキュメンタリー番組です。うん、あとはね、で、うん、マジックどう？次ロ。ロ。最後はロ。どうけ。お、かけた？うん。うん。ラリルレロってさ、色間違えて薬取る。間違えて色薬取るよ。たくんさ、これどうから？赤、緑、青、黄色。赤いちたかったんだけどな。そうなん？なんかところどころなんかさ、ついてない？何がついてんの？色混ざっとる。みんなでパーティーだ。エビフライみたいに食べた。どういうこと？いろいろと質問をいただいてますのでお答えしたいと思います。まず書籍化のきっかけは何でしょうという質問をいただいてます。書籍化のきっかけは何でしょう。はい、まあ、うん、アメブロにメッセージが来たよね、うん、出版社の方からこのブログを本にしませんかとメッセージが届いて、まあ、最初はね、新手の詐欺やねっていう、うん、話をしてたみたい。めちゃくちゃ疑っとったからね、うんうん、でも何度かメッセージのやり取りをしてこのブログを本にすることに意味があるからっていうふうに熱くおっしゃっていただいて、あ、これは本当の話なんやな、この息子の難病を知ってもらえるきっかけがまたさらに増えるんだったらちょっと挑戦してみてもいいのかなっていうふうに思ったのが始まりでしたね。まあ、出版社の担当者さん、最後の方、売れてなんぼですからねって言ったけどね。まあね、出版社の人も仕事は仕事やからね。うん、それは。はい、じゃあ次の質問です。はい。この本なんですけども、
これよくいただく質問なんですけれども、どうしてこの書籍の表紙はこのようにポップなデザインなんでしょうかという質問をよくいただいてます。はい、表紙は出版社の方のご提案で、こういう全てね、うん、お任せしてあるんだよね、うん、この表紙も、この帯の内容も、帯はね、乙武さんに書いていただいて、ね、すごくありがたい、ね、ありがとうございます。ありがとうございますこの場を借りて直接お礼言えることはできないですね。できやね。でももう少しこの本になる前の段階では勝手なイメージでもうちょっと淡い感じのね、優しい感じ、ちょっとくしゃみ出そう、出せ出せあ、出やへん、出やへん段階やり直していいかもうちょっと淡い優しい感じの、うん、表紙になるんかなってちょっと勝手に、表紙の見本っていうか、うん、そういうのを見た時にはすごく綺麗な絵だなって初めて見た時は思ったのと、もちろん母ちゃんのイメージでは全くない初めてそのポップでカラフルな感じにしたいですって担当者さんに言われた時は、うん、どうやった？そう来るかと、まあ、でも若い方々にもこの息子の難病についてを知ってもらうきっかけになるのかなと、この出版社の方が若年層への PR ですと、うん、手に取ってもらいやすいようにっていうふうにはっきりと目的をね教えていただいてたので、ああそういうことなんだなって、うん、本が発売する時も結構ブログや SNS でいろんな意見をいただいたね、ね、うん、賛否両論ありましたね、うん、可愛いから手に取りましたっていう方もいらっしゃれば、逆に手に取りづらい、イメージと全然違う、まあ、いろんなご意見があったんですけど、この表紙だったからこそ手に取ってくれたっていう方も実際いらっしゃって、この小学校や中学校の方がこの本で読書感想文を書いてくれたりとか、そう思うとこの出版社さんが意図していたこの若年層への若い方々への PR っていうのはすごく成功だったのかなって。まあね、私たちの目的っていうのも広く知ってもらうことなんで、既存のイメージにとらわれずにこのいろんな形でどんどん展開していければいいんじゃないかなと思ってます。でね、この書籍のデザインについても、数あるアプローチのうちの一つとして、ね、皆さんに手に取っていただければなと思ってます。はい、はい、おいしてー。次は、次は一番上6だって6、さ、なんかあって5と5をさやるとさ、うん、なんかガク分かりやすい1と1をさなんかあって5と5をさやるとさ、うん、なんかガク分かりやすい5と5でさっき計算して1と1後で足しとんの？え？え？後で足しとんのだよ。そうなん、そんなやり方しとったん？うん、うん、じゃあ次は4足す4か、これなんて書いてあるそれ
4+4=8。8やけど、8の書き方が後で練習しようね。8な、うん、8。はい、次は次は、イエーイ、3+6。手で見やっといてな、次は。目つぶらんと書いてよ、ちゃんと。そんな目つぶっとったら書くことは。どう？おお、正解。目つぶってさ、はい、書けるよね。そうなん。目つぶらんと書いた方がかっこいいと思うよ。かっこいい？うん。しっかり書けるし。それもかっこいいけど、これもかっこいいよね。そうなん。じゃあどんどん行こう。どうかな？もう一回考えてみ。10に2足したら1、2、3、4、5、6、7、8。ごめん、もう一回考えてもいい？いいよ、横に書いて。花丸書くけど、ここだけちょっと線書いてもいい？なんで？ちょっとさ、わかりやすくないんさな。10たす2？うん。何書いとんの？1、2、3ってさ、分かれて書いとる。そうなん。ここで足し算したの？足し算しとるんやね。うん。なんかさ、分かりやすくないもんでここに書いとるの。いいよ、じゃあガー君が分かるようにやってみて。こっちら辺は、うん、ちょっと書きたいんだけど。うん。なんか花丸は全問正解してからですけど、こっちにもう一個書くから。うん、ではい、まだこっちに書くから。うん、まあ、これ2たす10はどうなった？考えた。考えた。よくよく考えて。10に2出したら何かな。2に変えた。次やっぱ1。うん、じゃあ最後こりゃー。うん、正解。全問正解やな。2+10がちょっとできなかったね。難しかった？難しかったよ。そうなん。ガー君が次はカーカに問題を出す。あ、カーカに問題出すの？うん。うん、じゃあ問題書いて。これ合わせて合わせて。して、じゃあこれ1、2、3やね。うん。これ、この線を書くには、
にあの丸をお母さんが描いてあげるから。ありがとう。ちょっと時間かけてもいい？うん。もうさ、ガークにさ、ちょっとさ、ちょっとさ、考える運動をする。考える運動をするの？うん。おう。で、足。足を腰で。うん。それが終わったら、うん。それみたいに。うん、考える首張り。それ考える運動なん？うん。うん。これ。もう OK。OK、はい。ちょっと時間稼いだよ。時間稼いだん？うん。で、どう？うん、いい感じ。次はめっちゃいい問題やね。うん。どう？これ。いいね。三つ出てきたね。うん。では、これただの地図。地図？うん。うん。ここからこう行くと、足し算のなんか病院に行くらしいから。足し算の病院に行くの。うん。どんな病院やのね。足し算の病院は、うん、足し算を教えてくれる先生がおる、うんうん。それは学校の先生とちゃん。病院じゃなくて学校の先生。やけど、うん、やけど病院も同じなんだよ。病院でも教えてもらえるの？うん。ほな。それが学校にやってみた。あ、忘れとった。学校早く問題書いてよ。分かった分かった分かった。分かってこういう感じ。うん、早く問題書いてよ。ごめんごめんごめん。これ何なん？ただの地図。地図？うん。次は、母さんにプレゼントを書く。はい。こっちには。はい。プレゼント。あ、プレゼントの箱？うん。おー、上手。中には何があっとんのかな？それは、うん、開けてから。開けてから？うん。うん。あ、大きいプレゼントもできたね。これは何が入ってると思う？細長いから、なんだろう。掃除機。掃除機？バレちゃったか。掃除機な？うん。ねえ、いい掃除機が欲しいね。うん。うん。これは掃除機が入ってる。うん。いいね。バレちゃったか。バレちゃったか。あ、じゃあこっち側から答え書くよ。貸して。ちょっと待って。もう一個プレゼントがあるんすか？もう一個くれるの？うん。何かな？うわ、ご飯が入っとるプレゼント。ご飯が入っとるの？うん。いっぱい入ってそうやね。うん、だからこんなに長いのか、うん、そうな、いっぱいいるもんね。いっぱい食べるから。
次上に。うん。プレゼントいっぱいだね。はい、問題だ。はい、問題だ。1たす2は3。やってみて。1たす3たす1は5。3たす1たす1も5。100たす1は101。1103。できました。答え合わせして。え、合っとる？合っとるよ。ほんと？やった。次はお花。お花買いだな。え、かあかの花丸どこに書いてくれんの？どこって？うん。じゃあ。あやー！もう書くとこなかったでた。そっか、じゃあ大きい花丸書いておいて。うちゅうとて。うん。オッケー。目開けていい？うん。わあ、大きい花丸だ。やったー。イエッフー。イエッフー。よくできました。うん。はい、ガー君もよくできました。今日は何のお勉強しましたか？ラリルレロと、うん、わ、お、うん、を書きました。お、ひらがな書いたの？はい。どれが一番難しかった？れ。れが難しかった。うん、れはお、わお、うん、のさ、うん、わとおがわからない。おが一番難しいと思うんだよね。うん。おって形複雑でしょ。うん。あんまり書ける、すって書ける子おらへんのじゃん。てっち、まあ、頑張って練習したんだ。お書けたの？うん。すごいな。ちょっとだけ。ちょっとだけ書ける。Thank you.